サッカー J1 札幌と FC 東京は0対0で引き分け。2022年4月16日、サッカー J1 は第9節の1試合が行われ、北海道コンサドーレ札幌と FC 東京は0対0で引き分けました。FC 東京の5位、コンサドーレの12位は変わりません。コンサドーレ札幌と FC 東京はドロー。 GK スーパーセーブなどでお互いゴール許さず J1 第9節結果、明治安田生命 J1 リーグ第9節の北海道コンサドーレ札幌対 FC 東京戦が16日に行われ0-0の引き分けに終わった。図表、J リーグ遺跡情報、2022分の2021新加入昇格対談期限付き、遺跡現役引退。 北海道、コンサドーレ、札幌、00FC 東京 J1 第9節。札幌は開幕から6連続ドローの後一勝一分けを記録して12位。一方の FC 東京は前節時点で暫定5位に位置し、消化試合数を考えれば上位進出も狙える順位に位置している。前半は両チームとも互角の攻防。 一進一退の展開で、相手ゴールに迫るも決定的なチャンスを生み出すには至らず、お互い無得点のまま、前半45分間を折り返す。後半も0-0のまま時間が過ぎていくが、終盤にかけて徐々にオープンな展開に。ビッグチャンスは78分、札幌の右 CK からのクロスに合わせた中島大岡の強烈なヘディングを、GK 役部総ビークが見事な反応でストップし、 こぼれ玉を狙った、こうやたくまの至近距離からのシュートも防ぎ切った。ラスト数分は FC 東京にチャンスが相次いだが、こちらもあと一歩ゴールには届かず、スコアレスドローで勝ち点1を分け合う結果となった。FC 東京守護神スオビクがスーパーセーブ。札幌構成も実らず、今季7度目ドロー。 明治安田生命 J1 リーグでは16日第9節の北海道コンサドーレ札幌 VSFC 東京が行われた動画スイビークがラインサイスーパーセーブ前節開幕から8試合目にして初白星を飾った札幌がここまで6試合を消化して4勝1分け2敗としている FC 東京をホームに迎えた一戦 札幌はミランプチッチやカンダイキ、ルーカス・フェルナンデスら FC 東京は長井健介やディエゴ・オリベイラ、松木旧正らを先発起用した。フェ,ルフェルナンデスを起点として札幌が勢いよく攻め込んでいく立ち上がり。危険な時間をしのいだ FC 東京は玉際での競り合いを通して徐々に押し上げていくがなかなかシュートまでは至らない。 多くの肉弾戦が行われて長いアディショナルタイムが取られた前半53分にボックス手前中央で札幌が得た FK の場面で小前義成が直接狙ったが壁に直撃して得点には繋がらなかった札幌が前線からのプレスを維持して比較的ボールを保持する展開となった後半序盤 FC 東京は58分、攻守にスプリントしていた長井に変えて、アダイウトーンを投入し、攻撃に変化をつける。対する札幌も63分に最初のカードで小前に変えて中島大岡を送り出した。72分には札幌に決定機、波状攻撃からボックス右でフリーとなったエル・フェルナンですが、ニアにグラウンダーのボールを折り返し、 青木良太が右足で合わせたものの GK 役部総ビークが至近距離からのシュートをセーブした。さらに78分にも FC 東京の守護神がチームを救う。右 CK の場面で中島が高い打点から放った強烈なヘディングシュートが枠を捉えるが GK 総ビークが引く。 こぼれ球をゴール目前の孔やタクマが押し込もうとしたが G ケースをフィックが倒れた状態ながらもファインセーブで再度阻んだ結局互いに得点を奪うことができないまま試合が終了 FC 東京は直近3戦無敗としたものの2戦連続ドロー札幌も2戦無敗としたが今季7度目の引き分けとなっている試合結果 北海道コンサドーレ札幌 00FC 東京札幌と FC 東京の一戦はスコアレス決着札幌は開幕9試合で7度目のドロー。明治安田生命 J1 リーグ第9節が16日に行われ北海道コンサドーレ札幌と FC 東京が対戦した。札幌は開幕から引き分けを重ねていたがようやく前節で初勝利。 一勝六分一敗で12位につけ、今季ホーム初勝利と初のリーグ戦連勝を狙う。FC 東京はここまで4勝1分2敗の勝ち点13で5位と上位争い中、リーグ戦2試合ぶりの勝利を目指す。激しい攻防も見られる前半。互いにアタッキングサードまでボールは運ぶものの、決定機を創出するまでは至らず0対0で折り返す。 後半に入ってからは FC 東京がやや優位に進めるも、徐々に札幌が盛り返し、72分にはルーカス・フェルナンデスの右からのマイナスパスを青木良太が狙ったが、GK 役部スオビークの正面を突く。78分にも右 CK から中島大岡のヘッドをスオビークが引くと、こぼれ球をどうやたくまが詰めたが、ここもスオビークが立ちはだかった。 終盤は FC 東京に決定機。91分、アダイウトンが左サイド深い位置まで侵入して、グラウンダーのクロスを送ったが、飛び込んだ松木急世にはわずかに届かず、0-0の引き分けに終わった。札幌の時節は J リーグ YB シールバンカップの2試合を挟み、29日に湘南ベルマーレと対戦。FC 東京は20日に未消化となっていた。 第2節、名古屋グランパス戦へと向かう。スコア、北海道コンサドーレ札幌 00FC 東京、札幌 VSFC 東京00のドロー、スオビークの攻守光る、明治安田 J1 第9節、明治安田生命 J1 リーグ第9節の1試合が、16日に札幌ドームで行われ、北海道コンサドーレ札幌 VSFC 東京は、 ゼロゼロのドローに終わった。12位の札幌と5位の FC 東京による一戦。前節にようやく今季のリーグ戦初勝利を手にしたばかりの札幌が、新監督の下で上々の滑り出しを切り、2試合ぶりの白星を目指す FC 東京をホームに迎え撃った。週半ばのルワンカップで共に敗れたチーム同士の試合は、立ち上がりから拮抗。福盛や金子を書き、 小マとト・チッチを2トップ気味に敗した夫人で臨む札幌がボールを動かすが、木本と小川を先発起用の FC 東京も前線からの守備を際立たせ、主導権争いが続く。そうした流れが終盤にかけても続き、互いに決定機といえる場面が乏しい展開。札幌に崩し切る前のフィニッシュが目立つ中、次第に FC 東京も速攻だけでなく、 ボールの主導権を握る時間も作って敵陣に攻めいったがこちらも打開の一手を見いだせない後半に入っても膠着状態が続くと両軍のベンチ陣も活発化 FC 東京が58分に長井との交代で切り札の阿大湯ウトンを投入すれば札幌も63分に駒井を下げて売り出し中の中島を送り込み攻撃の活性化を試みたが共にシュート数が増えてこない その中、札幌は72分、敵陣右サイド深くで、逆サイドからのボールを何とか残した、ルーカス・フェルナンデスの折り返しに、ボックス右の青木が右足ダイレクト。ニアサイドを突く決定機だったが、FC 東京の守護神スオビークに弾き返され、ゴールとはならない。FC 東京は76分に今度も送り込み、 攻撃陣の奮起を促すが、札幌は78分に獲得した右 CK のチャンスから再び決定機。ボックス中央の中島が頭で合わせると、そのこぼれ球を荒野が右足で押し込みにかかる、分厚い攻めに転じたが、いずれも GK ォビークに阻まれる。ゴールを脅かし始める札幌は79分に復帰後初のリーグ戦出場となる西をボランチに入れると、 続く84分にガブリエル・シャビエルも投入。粘る FC 東京は88分、左サイドのアダイ・ウトンによる右足クロスにボックス内のディエコ・オリベイラがヘッドで合わすが惜しくも右に外れる。さらに FC 東京は後半アディショナルタイム1分にも 推進力を生かしてボックス左に進行していったアダイユートンが左足で折り返すが詰めたまつぎが合わせきれず0-0のまま終了札幌は7つ目の引き分けとなり FC 東京は2試合連続のゴールレスドローとなった北海道コンサドーレ札幌 00FC 東京札幌 FC 東京とスコアレスドローで今季初の連勝を逃す 中島大川は2000連発ならず、両者集中力高く守り抜く。j スウォビ e クはファインセーブで存在感。途中出場の札幌中島は決定機を決めきれず、2000連発とはならなかった。写真、金子匠、サッカーダイジェスト写真部。J1 リーグは4月16日、札幌ドームにて第9節の札幌対 FC 東京を開催。00のドローで決着した。 動画 FC 東京のチェイス・オビークがファインセーブ。相手に点を許さず、積極的な攻撃に特徴を持つチーム同士の一戦。お互いにボールを失うと、すぐさま激しくプレスをかけて奪い返し、攻撃に転じる。目まぐるしく攻守が入れ替わる展開となるが、なかなか相手の守備を崩しきれず、シュートまでいけない時間が続いた。 札幌は最前線のミランプチッチが効果的なポストプレーで攻撃にリズムを生む。FC 東京は高卒ルーキーの松木急生が持ち味の力強いキープからボールを的確にさばいて存在感を示す。ただ両者集中力を高く保って守り抜き、スコアレスで前半を折り返す。FC 東京は61分右サイドからの渡辺龍馬のクロスに ゴール前でディエゴ・オリベイラがヘディングで合わせるも、シュートは GK にキャッチされる。札幌は63分、前節の名古屋戦でゴールを決めている中島大川を投入。中島が前線からの守備でカウンターの起点となるも、得点にはつながらず。72分にはエル・フェルナンデスのペナルティエリア右からのグラウンダーのクロスに反応した。 青木亮太がシュートを放つも、g 契約部、ソービークのセーブに合う。78分にも、右 CK から中島がヘディングで合わせるが、これも J ソービークがファインセーブ。結局、最後までスコアボードは動かず、スコアリスドローで決着した。時節は共にホームで、札幌は29日に湘南と、FC 東京は20日に名古屋と対戦する。